ページ開港とその影響21859年貿易は横浜長崎函館の3港で始まり輸出入品の取引は距離打ちにおいて銀貨を用いて行われた輸出入額は横浜が最も多くアメリカが南北戦争中のこともあり取引国はイギリスが最も多かった 日本からキート、木と茶、産卵子、海産物などが輸出され、外国から、毛織物、綿織物、鉄砲、幹線などが輸入された。貿易は大幅な輸出超過となり、それに刺激されて、物価が上昇するとともに、国内産業に大きな変化が現れた。輸出品の中心となった木との生産は拡大したが、一方で、 機械生産の安価な綿織物の大量輸入が農村の鉄麦や綿織物業を圧迫していった。また輸出向け商品を取り扱った在郷商人が江戸を通さず貿易商人と直接取引したため江戸で物資が不足し物価高騰に拍車をかけた。幕府は物価抑制を理由に貿易の統制を図り 雑穀、水油、牢、呉服、生糸の五品は、江戸の問屋を必ず経て、輸出するように命じた五品江戸海装令を制定した。しかし、在庫承認や商取引の自由を主張する欧米列強の反対で効果は上がらなかった。また、日本と外国との金銀比価の違いから、多量の金貨が海外に流出し、幕府は、 金貨の品質を大幅に引き下げる、ま、延貨幣懐中を行い貨幣の価値が下落、さらなる物価上昇により、庶民の生活が圧迫された。貿易に対する反感の高まりから、外国勢力を退ける攘夷運動が起こり、オランダ人のヒュースケンが薩摩藩老氏に殺害された事件や、イギリス仮公使館の東禅寺が水戸脱藩市に襲撃された事件。 薩摩藩の島津久光の行列を横切ったイギリス人が殺傷され、撮影戦争の原因となった生麦事件。品川御殿山に建築中のイギリス公使館が、高杉晋作、井上薫、伊藤博文に襲撃されて全焼したイギリス公使館焼き討ち事件などが起きた。